昨日男子の羽生結弦、気迫の演技の余韻が残る中、女子の決戦が始まっています。世界フィギュアスケート選手権女子ショートプログラム、中国のエースジージュンリ、これからショートを迎えます。去年の世界選手権は9位、中国ジジュンリ。解説は荒川静香さんです。さあ、回り切りたい最初のジャンプ、トリプルトーループ、トリプルトーループ。トリプルフリップ、落ち着いていますね。レイバックスピン、回転軸もいいですね。ダブルアクセル、きれいに入りました。フライングキャメルスピン、柔らかい笑顔に変わってきました。無理な力がかかってなくて、よく体も動いていていいですね。はい、足換えのコンビネーションスピン、独特の柔らかい空気を身にまとって、中国ジジュンリ、スタンディングオベーションです。久々にジジュンリのこういう笑顔を我々は見ています。大きな大きな歓声にジジュンリが迎えられます。さて、荒川さん、はい、ここ数シーズン苦しんできた印象がありますが、このショートの出来いかがですか。はい、今日のショートプログラムでは滑り、そしてジャンプ一つ一つ、スピン、すべて良かったと思います。でタイミングもすべてこう思い通りに運んでいるなというのを滑っているのを見て感じました。はい、ですので非常に音楽と滑りが一体感があって良かったですよね。16歳で7位に入った初出場の世界選手権から3年が経ちました。これが4回目の世界選手権です。最高位はその3年前の7位です。さて、最初のコンビネーション、荒川さん、はい、どうしてもこのジャンプが回転不足を取られることが多かったんですが、そうですね、1つ目はスピードもあって流れもあって良かったです。はい、で2つ目の高さが少し足りなかったのでどうかなというふうに思ったんですけれども、大丈夫かなというところでしょうかね。はい、ここが回転不足を取られなければおそらく点は伸びてくるはずという、はい、そうですね、1つ目非常にいいジャンプだったんですが、2つ目の方が少し低くなってしまったので回転がギリギリかなという印象はあったんですけれども、はい、
このトリプルフリップはすごく良かったですね、はい、回転軸もまっすぐでよくまとまってました。さて中国のジジュンリが素晴らしい演技を見せています。今回の世界選手権では38の国と地域から172名が参加する世界最高の舞台です。この10年日本女子は連続して表彰台の一角を占めてきました。今回の日本代表は去年の銀メダリスト宮原さと子、休養から復帰した浅田真央、そして本郷里香、この3人で新しい時代を作っていきます。楽しみな3人が揃いましたね。はい、3選手ともにメダルを狙っていく力がありますので、浅田選手は世界チャンピオン、そして宮原選手は銀メダリストの実績を持って臨んでいますので、自信を持って戦ってほしいなと思います。さあ中国ジジュンリ得点です。自己ベストはこれまで62点台、それを超えました。 65.39、 2年ぶりに自己ベスト更新です。素晴らしい演技でジジュンリこの時点でトップに立ちました。2年前の四大陸選手権の銅メダリストです。中国ジジュンリ、ショートでは課題の回転不足を克服して11位につけました。そのショートの手応えをフリーにつなげられるか。ローリー・ニコル振り付け、映画アーティストより。透明感のある主人公を演じます。ダブルアクセル、シングルループ、トリプルサルコー、きれいに決まりました。ダブルアクセル、トリプルトーループ、きれいに決まりましたね。流れで入っています。最後のジャンプ、トリプルサルコ、
ションもいいですね。中国のエース、ジジュンリ。いつもですと最後の時間帯かなりこう体力で問題が出ることが多いんですが、今日はよく頑張りました。ジャンプに関しては荒川さん、どんな評価をされますか？はい、そうですね、大きなミスなく最初の前半のジャンプ非常に良かったですよね。大きな基礎点を持つジャンプをしっかりと回転不足なく決めたので良かったと思います。はい、で後半に来て少しやはり疲れてきたところでスピードが落ちてきてしまいましたので、そのあたりで少し演技構成点の方では響くかなというような印象はありましたけれども、ただジャンプの大きなミスがなかったので、そこは非常にこの、そうですね、はい、緊張する中で素晴らしかったと思います。はい、少し実力を見せられないシーズンも続いていましたが、そういう意味ではきっかけになるこの世界選手権です。最初の特にダブルアクセルからのこうジャンプに勢いを感じましたよね。はい、スピードもありましたし、そのスピードを保ったまま最後のジャンプまでしっかりと流れをつなぎましたから、このあたり、はい、加点がつくような素晴らしい出来でしたよね。これが最初のジャンプ。まあ、ここもよくこらえました。そうですね、トリプルフリップ。でこのサルコもこらえましたね。はい、まあ、やはり後半でいかにしっかりとジャンプを決められるかが得点が伸びるかどうかの鍵になってきますので、やっぱり後半までスピードを保って、そしてジャンプをきっちり決めるということがフリーでは大事ですね。はい、さて中国ジジュンリ、まもなく得点です。フリーは 119.13、 184.52 でジジュンリ4位、浅田真央のトップは変わりません。
Ha ha ha!